修行と息抜きと睡眠時間は等しく取るようにね。欲しいものはバイトに。帰り道にしてやるよ。俺の名はカイ、実は俺の師匠。憎まれてるこそ幸せを感じるんですよ。幸せを感じるんですよ。レディーパーフェクトリー、準備は完全に整った。